お疲れ様です。いつも動画を送っていただきましてありがとうございます。昨日ね、創価学会の動画をちょっと上げてみたんですけども、いや、こんなこともあるんだなぁと思ってるところです。というのがね、ぐるっと1日回って、2万回ぐらい再生されてるんですよ。で、私ね、その創価学会のことがこんなにねあの、ヒットすると思わなかったんで、ちょっと意外でね、追加の動画を何本か上げたんですよね。うん あのやっぱりこの直接あの関わっていない私でも創価学会について何かね公明党と何か新しい動きがあったよって言ったら気になるもんですからね、まあ、どんなことがね注目を集めるのか本当やってみないと分かんないなと改めて感じた次第でございますそれでは本日もよろししくお願いします。